飛んでるようでも、実はジェッターのコマちゃん、下にいるね、ジェット、あのジェットのエンジンのこの出力によってジャンプしているので、彼との信頼関係がないと怖かったらあれだけ飛べません。それだけフルスロットルで、回してるんですよね。だからこそあれだけ高く飛べるんです。さあ、チョモちゃんが皆さんにこんにちは、こんにちは。今回はこの麻酔優子はまさに鬼滅の刃でやってまいりました。さあ皆さん、シャッターチャンスお見逃しなく。まだまだ行くぞ麻酔優子。さあ続いてはリサのグレンゲに乗って再びまたこの鬼滅ご堪能いただきます。皆さん近づいたらぜひ手を振ってあげて、そして拍手をお願いいたします。いいですね、いいですね。さあゆっくり近づいてまいりました。さあ見てよこの素敵な笑顔、そして決めポーズ、しかも後ろにはショーでございますよ。さあこの TD というパフォーマンス集団は来月7月7日から9月10日までハウステンボスで毎日1日6公演を行う予定です。こういったフリースタイルではなくアクアボードのフライングショーをハウステンボスで彼らはこの後やります。プロ集団がこの隅田川水面の祭典にやってきました。さあこんなチャンスなかなかないですよ。動画も撮っちゃってくださいね。しかも高い、そして誘導具もと一緒に、いやー素敵な、皆さんの角度からいろんな角度から写真撮れるんじゃないでしょうか。しかもこの上の方でご覧の皆さん、あなたたちよりもさらに上のところ高いところで飛んでいます。いやーもう離れ技の連続のこの麻酔優子、麻酔優子が登場いたしました。さあ皆さん動画もねお忘れなくですよ。彼ら TD はですね、逗子で現在ですね、拠点にさあ活動しているんですが、